こんにちは、あさです、今日はですね、人生を変えていくこと、それは小さな成功の積み重ねだと思うんですけれども、どうやってこう成功体験を積んでいったりとか、どういうふうに目標達成をしていくのかをちょっとね、シェアしたいと思います。目標達成の種類って2つあるんですよ。自分がやりさえすれば叶うものと、人を介して、するものって、人にも、ね、決める権利というかところが影響があるので、ここって、必ずしも叶えられるものじゃないっていうものがあります。例えば行動したら絶対叶うものって、毎日腹筋を10回を本当に毎日1ヶ月間するっていうのはもう自分次第、自分だけのこう範囲内で達成できるじゃないですか。でも例えば、まあ、自分がそういう講師とかをしていて、生徒さんに、売上を10万作ってもらうっていうのを成功させたい、それが自分の目標でもあるって時は、その方の影響も受けるというか、その方が実際にやれるかどうか、やる気があるかどうかにもよってくるし、そうすると自分はの目標って絶対ここは達成できるかどうかって分かんないですよね。そういう風に行動目標と、まあ、結果的にできる目標っていうのがあるので、まず成功体験を積むためには行動の目標、絶対に自分さえやれば必ず達成できるものっていうのをやって、設定して、それを着実に、繰り返して、着実にここを達成して達成感を味わっていく、それが小さな成功体験の積み重ねになって、でそこからこう結果の目標がついてくるっていう形になっていくと思うので、私もなんかこう数字で、例えば売上を作りましょうと、じゃあ数字で売上っていうのは設定一応してたけれども、それって結局こうね、相手もあることだったりとかすると、どうなるかって結局分かんない部分もあるので、だったら確実な目標として、売上の目標あるけど、確実な行動の目標として1日こういう動きをするとか、こういう活動を毎日必ずする、ルーティーンにするとか、そういうところの目標っていうのを立っていって、そこは必ず絶対に、何が何でも達成できるようにみたいな風にしていっていました。なのでそれは本当に自分次第で絶対達成できるし、達成体験っていうのもどんどん味わえるので、ぜひ最初は小さな目標で、しかも自分だけが絡んでいるようなことを設定していって、積み重ねていくっていうのをね、すごくおすすめです。ぜひ参考にしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。あなたの人生に光が満ち溢れますように。朝でした。またね。I gotta tell you something I could doI could be running or chasing you, but I won't. Cause I got better things to do. Rather spend my precious time.